伊達政宗や直江兼続たち東北の武将がぶつかった北の関ヶ原。その水面下で戦国を揺るがす幻の作戦が計画されていました。主石田治部少より直江様にこの書状を。送り主は西軍石田三成。これは西軍として会津上杉が関東を攻める。上杉軍が伊達とともに東北連合軍を結成し、家康の本拠地江戸を攻めるというもの。当時敵対していた上杉と伊達が手を結ぶという無茶な作戦ですが、実現の可能性はあったのでしょうか。上杉景勝が書いた書状です。政宗を従えてすぐに関東を攻める。もはや上杉と和睦するしかあるまい。家康の会津攻めが中止になるや否や、政宗は兼続に休戦協定を申し込んでいました。上杉が、最上とか伊達をはじめとした奥羽の領主を統率して家康の本拠地である江戸を攻める、関東を攻めるというような作戦だった。上杉としては西軍の一員として作戦を遂行していく立場にあったと思います。兼続率いる東北連合軍が江戸を攻撃するという幻の計画、もし実現していればどうなっていたのか。大手ゲームメーカーに協力をお願いし、歴史のイフに迫ります。失礼します。渋沢幸さん、こんにちは。ご覧さん、こんにちは。渋沢幸さん、戦国時代を舞台とする歴史シミュレーションゲームの開発者です。我々の番組で野望と言いますか、作戦が明らかになったんですけれども、はい、それをシミュレーションしてみたいんですよね、はい、そういうのってできますか。あ、面白いですね。もうぜひなんかチャレンジさせてください。検証を行うのはこのメンバー。ゲーム開発の第一線で活躍するクリエイターの皆さんです。今回 AI を駆使した最新のゲームシステムを利用し戦いを可視化します。兵力や地形といったさまざまな情報をリアルタイムに解析。さらに大名たちの性格までデータに打ち込んでいきます。政宗は確かに西軍に従ったわけですけど、でも必ずしもその西軍に従いきてはいけないんですよね、まあ、野心が高いので。武将の、まあ、心情というか、あの内面的な要素に踏み込んでシミュレートできるっていうのが今回の、まあ、ポイントなのかなと思っていて、兼続、政宗たち東北連合軍の数は5万。一方、徳川軍の総勢は10万。家康は江戸で守りを固め、前線の宇都宮にも大軍を配置しています。さあ、ではここからシミュレーションを始めさせていただきます。実況は私、アナウンサーの近田雄一、そして解説は
会津上杉家の歴史に詳しい石田明夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてゲーム制作チームにも加わっていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、画面に関東の地図ですね。青が東軍の領地、赤が西軍の領地、大名を示しております。それではシミュレーションスタート。まず東北連合軍の前に立ちはだかったのは宇都宮城です。ちょうどこの頃、信州上田の真田家が家康の東軍から西軍に鞍替え、これを打つため徳川秀忠の軍勢4万ほどが出陣。城の守りが手薄になっていました。この隙を突き攻撃を仕掛けたのは伊達政宗です。よし、者どもは攻め込め。はい、はい、ぶつかったかぶつかったか。伊達の騎馬が突撃します。一番槍の伊達、派手に活躍する政宗。ところが突如不可解な動きを見せます。攻撃をやめ軍勢を後ろに下げてしまったのです。政宗はちょっと後ろの方でかなり安全に見ているだけというか、矢面に立たないような動きが、ね、なるほど、うん、一番槍でまず目立って。伊達は目立つことが好きなんでね、やっぱり要所を制圧しながらも後半は様子見と。そうですね、本当にこう美味しいところだけ取っていったというか狡猾な、実際に立ち回りがうまいというところと出た気はしますね。政宗したたか。宇都宮城陥落。東北連合軍は家康の本拠地江戸へ攻め込みます。守るは家康の本軍3万。井伊直政や本多忠勝など強力な武将が迎え撃ちます。いよいよ江戸城の攻防戦が始まります。うわー、火の手が上がった、火の手が上がる。家康が江戸城にこもって戦っている状態なんですけれど、かなり大軍で囲まれているので、もうどちらに転ぶかはちょっとわからないんですね。ピンチに陥った家康、ここで戦の流れを変えるために動きました。家康が打って出ました。伊達の兵力減ってますね。家康は野戦の名手、城から出撃し得意の戦法で東北連合軍を襲います。あ、伊達が消えました。伊達が敗れました。戦況大きく変わりました。上杉消えた、上杉敗れた、そして佐竹が敗れた。これは家康勝利、西軍敗れました。結果は東北連合軍の敗北。しかし徳川軍も無傷ではありません。数万の兵を失いました。家康の敵は東北連合軍だけではありません。ここで三成たち西軍が押し寄せてくれば徳川軍はひとたまりもありません。幻の江戸攻撃作戦、もし実現していたら関ヶ原の戦いは起こらず、家康の天下はなかったかもしれません。